フィギュアスケート世界国別対抗戦第2日16日丸善インテックアリーナ大阪。男子フリーが行われ、五輪2連覇の羽生結弦 ANA が今季最後の天と地とを舞い、今季自己ベストの 193.76 点で2位となった。3月の世界選手権で3連覇したネイサン・チェン、米国が 203.24 点で1位。宇野昌磨、トヨタ自動車は 146.96 点で6位だった。今大会は SP とフリーの合計点では競わない。記録は国際スケート連盟 ISU に公認される。羽生は冒頭の4回転ループは着氷させたが、続く4回転サルコーが1回転となり、得点に大きく響いた。今季最終戦で演じた戦国武将の上杉謙信は完璧とはならず、悔しい気持ちはあると話した。総合3位だった3月の世界選手権のフリーでは、喘息の影響もあり、7本中4本のジャンプでミスが出て、自己ベストを 30.79 点下回る 182.20 点だった。今季自己ベストを記録した15日の SP5 には、ショートではとりあえず貢献できたと思う。今度こそフリーでしっかり戦い抜きたい。このプログラムに重ねてる自分の人生みたいなものを、しっかりと戦い抜きたいなというふうに思います、と話していた。この種目を終えて日本は全体3位、1位がロシア、2位に米国と続いた。最終日の17日は、ペアと女子のフリーが行われる。国別対抗戦日本、ロシア、米国、フランス、カナダ、イタリアの6カ国が参加する2年に1度のチーム戦。男女シングル各2人とペア、アイスダンス各1組が、順位に応じて与えられる、ポイント1位は12点、12位は1点の合計を、競う。